数のお付き合いなんですけども、にぎわいづくり研究会はですね、6年前から開催してますけども、何かにつけてですね、商店街さんが先頭を切っていろんな形で皆さんの力にですねなっていただいてますので、とにかくこのお年だなんて僕ら全然わかんないぐらいですね人一倍だから、僕らが一生懸命なんかひっついていくだけなんですけど、今年もやっと念願の幕張に花火が来ました。その時もですね、花火の有志の方たちが集まって、そうだ、千葉市の川さんも見えてますけども、なかなか研究会で立ち上げられなかったんですけど、その時の会長もですね、山根会長にお願いしたら快くやっていただいて、もう、来年も花火は幕張で開催することになるんじゃないかと思ってます。大成功しましたので、きっと75だなんて思えないですけども、記事も含めてですね、皆さんにまたまた、来年再来年ずっとお祝いしたいと思いますので、乾杯したいと思います。本当に山根さんおめでとうございます。ありがとうございます。乾杯乾杯あ、僕そう言わなきゃいけない。乾杯ね。ありがとうございます。